これかっこいいね。みこし。かっこいいね。素晴らしい。これは匠の技。匠の技。これすごいね、細かい。近く見ないとわからない。うん。どこでもそう。龍。龍もいろいろ。これとなんだっけ、狛犬の。違う、狛犬の。そうそうそう。し、神社もある、ね。すごいね。かっこいいね、これ。これはこの鳥はこれ、ホウノトリじゃね。ホウ。シチョウ。あ、ホウホウホウ。あ、ス、ス、なんだっけ、スル、スル、スルじゃないの？じゃない。あ、ホウじゃない。ホウ。イホウもこの。そうそうそう、そうそうそう、あれ。あれ。あ、ホウか。うん。じゃあね。あ、まだ。あ、そこ行くよ。え？あ、そこ？え？あ、そこがない。かつかない、かつかない。これは遠に。これ新宿にと日向天神社例大祭大祭開みこしね。あ、もうゴーマーつけてない。これこの今2店舗だけけど、あとで多分ここに横の棒もつけるかもしれない。この飾り紐もちゃんとまだ入ってないし、うん、ここへ炎もありますし、神様の首なんて思うし、鏡もで炎炎屋根が、まあ、壺根という結構珍しい。そんなにいっぱいではないけど、チリも入りもやもいうかもしれない。親の松尾ね。
大洗でにあるとツバメというけど、ツバメ一番上のお鳥、ホベデフ、チャイニーズフェニッツ、これは節返し、このこれで、この六用の、これは六用の節返し、これもこれ鳥、銀座の鳥、神社鳥すごく綺麗。あと竜、狛犬、これ大和、これちょっと今忘れた名前が、まあ階段状のこれ、なんとか総理なんとかこれ加水棒という、みこちは日本の素晴らしさの一つである。